はいどうもレビペンです。今回はプライム装備の復刻システムプライムリサージェンスや新アイテムアヤの入手方法などをまとめていきます。アップデートを経て地球のエイドロンの草原での依頼ミッション、金星のオーブ峡谷での依頼ミッション、ダイモスのカンビオン荒地での依頼ミッション、ザリマンでの依頼ミッション、シンジケートポイントやスティールエッセンスでレリックを交換した時アヤというアイテムが出るようになりました。このアヤは確定入手ではないのでそこはご了承ください。ボイドのミッションでもアヤが出ないことはありませんが確率は低めです。さてゲットしたアヤはログインした時の船のマーケット端末から使うことができます。端末にアクセスしたらカテゴリからプライムリサージェンスを選択しましょう。ここでは過去に実装されたプライム装備のレリックがアヤで交換できます。交換でゲットしたレリックはいつも通りに亀裂ミッションで開封することができます。レリックの使い方は過去の動画をご覧ください。ここで交換できるものは1ヶ月で入れ替わるようになったため、以前よりかは若干お目当てのものが復刻するのが早くなりました。今後プライムウォーフレームが大量に増えた場合、このローテーションに何らかの手こ入れがあるかもしれませんね。そしてアヤとレリックを交換するという方式になったので、お目当てのものが出たら一気に大量のレリックとアヤを交換できるようになります。これで全てのユーザーが自力でお目当ての復刻したプライム装備を手に入れやすくなります。アヤ自体はトレードできないので頑張ってミッションに行って稼ぎましょう。またこのアヤと同時にリーガルアヤというものも実装されました。これはマーケット端末や公式サイトなどから現金で購入でき、プライム装備現物や装飾と交換できます。リーガルアヤは3枚でプライムウォーフレーム現物、2枚でプライム武器の現物や外装品、1枚でそれ以外の装飾と交換できます。プライム装備を買った場合はすでに強化アイテムのカタリストやリアクターが使われた状態でゲットできます。気になるリーガルアヤのお値段ですが、3枚で2090円、7枚で4400円、15枚で8140円です。今後変動する可能性もあります。多く買えば買うほど課金通貨プラチナが追加でつくようになっております。3枚買えば200プラチナ、7枚買えば400プラチナ、15枚買えば1200プラチナついてきます。大量に使う場合はまとめ買いがおすすめです。今後の計画も踏まえて課金をしていきましょう。以上がウォーフレームのプライムリサージェンスのアップデートの概要です。プライム装備の入手難易度が下がったので喜ばしいアップデートだと自分は思っております。ご視聴ありがとうございました。今後もウォーフレームの動画を作っていきますので、続きを求める方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回、さようなら。